キティちゃんのリボンみたいな感じもついていて超可愛いんですよね、うん、食べてる可愛い。マグロとクロミちゃん、あれ、え、めちゃめちゃ豪華。たまたまどうも、たまごっち教室、イエーイ。ガチャガチャ、どうもガチャスです。元気もりもりもりちゃんです。たまごっちの担当しております朝吉です。よろしくお願いします。お願いします。今日はたまごっちスマートとサンリオキャラクターズのコラボアイテム、たまスマカードサンリオキャラクターズとたまごっちスマートサンリオキャラクターズスペシャルセットの紹介をしていきたいと思います。やったー、やったー、夢のコラボですね。可愛いと可愛いが掛け合わさったら可愛いに決まってるじゃないですかって感じですね。たまスマカードサンリオキャラクターズではたまごっちの10キャラクターが新しく育てられるようになるんですけれども、なんと本体内蔵のたまごっちたちがサンリオキャラクターズみたいになって登場します。めちゃめちゃ可愛くなること間違いなしじゃないですか。タマスマカードがあるってことはいろいろアイテムも追加されちゃうんですよね。そうなんです。うわ、最高ですね。そしてなんとたまごっちスマートサンリオキャラクターズスペシャルセットは今回のセット限定の本体デザインのたまごっちスマートとたまスマカードとさらにオリジナルストラップがついております。僕もつけてますけど、うん、めちゃめちゃ可愛いです、うん、この本体もなんかキティちゃんのリボンみたいな感じがついていて超可愛いんですよね、うん、すごく可愛いアイテムになっているので皆さん楽しみにしていてください。それではレッツたまごっち。めっちゃ可愛い。バンマニ。改めてたまスマカードサンリオキャラクターズなんですけれども、うん、こちらはサンリオキャラクターとコラボしたたまごっちを育てることができます、うん、そのキャラクターのほかご飯や時計のデザインもサンリオキャラクターモチーフになっております。そしてたまスマカードサンリオキャラクターズで育てられるたまごっちはこちら、キキナマメッチ、シナモンなミルク、リトルなピュエル、メロディなポップ、バツマルな強み、フレタマなカラパ、サムなワワッチ、クロミナギャオ、プリンなパッチ、ゴロゴロなアワモコです。個人的にはプリンなパッチがちょっと好きですね、うん、かわいすぎる。このたまごっち の, そのキャラクターたちがサンリオキャラの要素を取り入れて、それがしっかりこうデザインに反映されてるのがめちゃめちゃいいですね、うん、みんな似合ってる。かわいすぎる。他の追加されたアイテムは実際のたまごっちスマートを見ながら紹介していきたいと思います。はい、じゃあ私から発表します。私は今ですね、はい、キティナマメッチになっています。ちょっと近くで見てもらいましょう皆さんに。はーい、寄ってきた寄ってきた。このリボンの横にハートもあるの可愛いですよね。本当だ。よしよし、一回ちょっと、はい、懐きをあげます。あー、喜んでるね。お部屋もこのキティちゃんの仕様になっています、うん、すごい可愛いですね。で、時計も変わってるんですよね。そうですね、時計デザインもサンリオキャラクターズみたいになっております。はい、じゃあちょっと見てみます。おぉ、あ、ほんとだ、めちゃくちゃ可愛いですね。あ、あ、クロミちゃんだ。マイメロディーとクロミちゃん可愛い。これはシナモンロールですね。そうなんです。どのデザインも超可愛いですね、うん、ご飯とかも見ていいですか。おぉ、いっぱいある。こんな感じでサンリオキャラクターズみたいになっております。じゃあキティサンドぜひあげてみてください。これですね。かわいい。食べてる、かわいい。キティのマメッチがキティサンドを食べてましたね今。いいね、かわいい。じゃあちょっとおやつも見ていきます、うん、おおやつも可愛い。こんな感じになってまして、はい、メロディアイスを食べさせてあげてください。あれですね、はい、じゃああげちゃいます。かわいい。すごいかわいい。アクセサリーも見ていきます。うわ、ね、いっぱいあるね、すごい。どれがおすすめですか。じゃあぜひリボンバッグでお願いします。これですね、似合うよ絶対キティナマメッチ。どうなるかな。ちょっと似合う。え、めっちゃ似合う。リビングとも合ってますね、うん、おしゃれ。
めっちゃいいじゃないですか。じゃあちょっとお道具でも遊んでいきます。はい、うわかわいい。え、これおすすめとかありますか。じゃあぜひぽよよんプリンでお願いします。ぽよよんプリン、これですね。どんな感じなんだろう。使ってみます。ん、あ、そういうこと。おー、飛んでた。あれ、ポンポンプリン。あ、また飛んでた。どこ行くんだ。あれって、まだあるの。おー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 おお。ピューロランド？めちゃめちゃ豪華。すごいですね。いろんなサンリオキャラクターズに会えました。そうなんです。今回のたまスマカードはサンリオキャラクターズ本人たちに会えるのもポイントになってます。すごい。すごい。はい、こんな感じで私はキキナマメッチになっています。はい、続いて僕はですね、クロミナギャオになりました。かわいい。これかわいいね。で、これ今スレッドもやってるんですけど、お部屋もねリフォームして、このポムポムプリンっぽい感じの部屋になっております。今回もね、このタマリフォームでいろいろお部屋変えられるんですけど、かわいいのいっぱいあった。さっきさ、モニちゃんが使ってたこのキティリビングもそうだし、この星のリビングや雷リビング、こんな感じであって、うわ、どれにしようかな。朝日先生、どれがおすすめですか。じゃあぜひこの雷リビングにしてみてください。これで、はい、OK、 これにします。どんな感じなんだろう。あ、来た。あ、来た。すごい、本当に早いんだよね、リフォームね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、雰囲気変わった一気に。なんかさ、この黒みなギャオと雰囲気合ってるね。合ってる。しかもさ、ここにてるてる坊主いんのよ。めっちゃ可愛いじゃん。ミニゲームやっていきます。キティコーデ、これですね。おー、これね、覚えるんですよね、これを。ちょっとみんな覚えて助けて。この4つ覚えるよね。はい、はい、はいはい。リボンはオレンジで、ハートがついたの黄色いやつ、これで、あ、どれだっけ。待って、誰だっけ。待って、どれだ、どれだっけ。忘れちゃった。これ、うわ、やばい、俺上2つしか覚えてない。やばいやばいやばい。あー、どれだ、これ。あれ、あー、なんてが違う、ちょっと違った。あー、惜しい。いや、ちょっと1回目もうちょっとだったからリベンジしたいな。もう1回やります。2回目が始まりました。2回目始まりました。勝手に2回目やってます。おー、爽やかなコーデ、かわいい。これは覚えられるぞ。きっと大丈夫。これでしょ、これでしょ。あ、間違えた、間違えた、間違えた、終わった、終わった。終わった。まだ大丈夫。で、これだよね。合ってる？あ、合ってるんじゃない？あ、やった、合ってた。素敵。無事に成功した、やったぜ。このゲームで遊んでゴッチポイントをもらえちゃう、嬉しいですね。ということで僕はクロミナギャオになりました。いいね、楽しかった。ちょっと見えてるこのオリジナルストラップも可愛い。バンダイマニア、はい、うん、皆さん今回のタマスマカードはいかがでしたか。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。うん、もうびっくりするくらい可愛くて。いつもに増してなんかお世話ちょっと熱が入りましたね。すごい。なんかやっぱモニちゃんがキティなマメッチ、うん、で僕がこのクロミナギャオになってたと思うんですけど、やっぱ他のねキャラクターも育てたいなってすごい思いました。うん、一番驚いたのはあのお道具。サンリオキャラクターたちに会えちゃうのっていうびっくり ね。これタマゴッチ好きな人もこのサンリオキャラクターが好きな人もどっちも楽しめるアイテムだなって思いました。ぜひいろんなキャラクターを育ててみてください。うん、はい。そしてここに登場したサンリオキャラクターズみたいなたまごっちたちなんですけれども、うん、今サンリオキャラクター大賞のパートナー部門にエントリーしています。知らなかった。毎年やってるやつですよね。そうなんです。
投票期限が5月の23日までになっているので、うん、はい、毎日皆さん投票してください。今日から毎日やりますね。やりましょう。これ結果はいつ知れるんですか？結果が6月の12日発表になっております。たまスマカードサンリオキャラクターズたまごっちスマートサンリオキャラクターズスペシャルセットは6月4日発売予定です。たまごっち好き、サンリオキャラクターズ好きな皆さんに手に取ってほしい商品です。たまごっちスマートミントブルー、たまごっちスマートコーラルピンクは現在発売中です。そしてたまごっちとニジューのコラボアイテムたまごっちスマートニジュースペシャルセットとたまスマカードニズーフレンズも現在発売中です。そしてたまスマカードの他の種類やたまごっちスマートをおしゃれに着せ替えできるたまごっちスマート着せ替えベルトもあります。詳しくはたまごっちスマートホームページをチェックしてください。たまごっちスマートが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。